じゃこんにちは、ゆたかさん、はい、クリケットはやったことあります？昔1回だけ打ったような感じがあるんだよね。そうなんですね、うん、今このクリケットが非常に注目されてると、うん、大谷選手がこのクリケット打法、はい、クリケットを使って練習する、はいはい、周りの同僚たちも同じようにクリケット練習をしたら打てちゃったっていう、まあ8番か7番かな、はい、打ってるアウトマン、アウトマン、はい、ホームラン打ったりとかもしてるけども、はい、なんかその効果っていう風に言ってるよね。そうなんです。大谷選手自身もこの今現在の好調について、これ雨天で中断中にクリケットのバットを使用して調整したからっていう風なことも明らかにしてますし、その第1号 の決勝弾を放った同僚のアウトマンも大谷と同じく、練習法をその取り入れた、うん、ということで、このクリケットのバット打法というものが非常に注目今集めているそうです。もうクリケットはバンバン剤だよね。いやもう今もう品切れ売れちゃいますよ絶対に。いやでもそのクリケットってさ、うん、上から下にボールが来るんだよね大体、はい、で下からこう打ち上げていくんだけど、この角度っていうのは似てるんだよね、はい、だけどバットってさこう返ってくるんだよ。うん、そうです。でもクリケットって返るとダメなんだよね多分。あ、遠くへ飛ばすのに、はい、クリケットの面を向けたままバーンと弾き返していく、いつまでもこう、はい、返さないで、うん、だからそれがいいんじゃない、効果的に。だから手首の使い方とか、はい、そういうものがやっぱこう畳むっていうよりもこう押し込むっていう感じがいいのかなっていうような感じがするよね。これ日本クリケット協会事務局長の方がコメントを出されていて、はい、そのやっぱり例えば手首のことも、はい、今回大谷選手手首を返すのが早い感じのスイングだったので、クリケットのバット本当に本当か分かんのかクリケットの人がまあまあまあいいや、はいはい、クリケットのバットを使って修正したと言っていましたが、はいはい、手首を返さないクリケットの打ち方をちょっとやりながら、そこで当たった感触を調整に使っているのではないかなというふうに思いますと、はいはい、で実は日本のプロ野球でもクリケットを取り入れている選手いると思うんですと、オリックスバファローズの若月選手がクリケットのバットを練習に取り入れていると2020年に実は報道もされているということなので、日本の選手も実はこのクリケット取り入れていると。なるほど、はい、でちょっと若月じゃ説得力ないけどそんな今またコメントが入るコメントそうでも若月はでも、はい、バッティングが良くなったんだよ。あ、そうなんですか。いやめちゃくちゃ良くなった。あ、じゃあやっぱりあるのかな。いやだから打ち方見てると、はい、あ、そう言われればこうあんまり巻き込むような打ち方じゃなくて、うん、押し込む打ち方してんなっていう、だから あそういうことなんだと思って、うん、入射角と反射角、はい、そういうのがやっぱどのポイントで打ったら遠くへ飛ぶとか、うん、はい、体感できると思うんだよクリケットは、うん、こういうバットで打つでしょ、はい、で入射角どこの角度、うん、どのポイントで打てば遠くへ飛ぶとか角度がいいとか、はい、多分そういうのも分かると思うんだよ、ね、クリケットを使うことによって、はい、だからどこに入れると入射角をこうボールが当たったら反射角ってなるでしょ、そういうこともおそらく分かるんだと思う。協会の事務局長の方、はい、クリケットのバットの打ち方はアメリカのスイング軌道にやっぱ近いものがあるらしいです、まあね、はい、でクリケットのバットは面が平らなので、ボールあれもバットって言うんだ。あ、バットって同じなんですね。はい、ボールを打つ瞬間に手首を返してしまい、面が下を向いてしまったら面に当たらない、そういう意味では手首を返さないので伸ばす感じで打つ、そちらの方が確実に当たるのと打つ方向をコントロールしやすいと、うん、いうことなんですね。さらにやっぱり日本の球界長らくダウンスイング結構昔ですよね。でもダウンスイングってダウンスイングなんだいやでもだけどね俺のあの写真があるでしょ、はいはい、やっぱね少しこうやって打ってる、ああの今のよ、はい、やっぱね上から打てないよダウンスイング。だって全部叩きつけちゃったらこうなっちゃいますもんね。あれ王さんがいけないんだよ。なんで刀でパッと上から上からって、でも自分が打ってんのをこうやって下から打ってんだよ実際は。あれなんだったんですか。だからあればっかりが強調されてるから、はい、ダウンスイングっていうのがすごく言われたけど、はい、またそれで王さんが打つからね。だからみんなダウンスイングがいいというふうに教えてる。だから王さんの連続写真見るとさ、うん、決して上から打ってないもんねこうやって下から入ってきてるもんねもうね頼むよ本当に本当そうですね。ちょっとの一言でね練習フォームからって変わっちゃいますもんね。でこの長らくダウンスイングでボールを逆回転させ
で飛ばすという考え方があったと思いますが、アメリカではパワーで水平、またはアッパースイングという考え方だと思います。クリケットの観点から考えると、放物線上に落ちてくるボールに対してダウンスイングは正面衝突ではないわけです。正面衝突でボールを飛ばした方がパワーの伝わりやすさが効果的に高いと思いますというふうにもコメントされています。まあ、絶対そうだよね、うん、今の科学理論からするとやっぱそういうのは成立するよね。あとは実でもこれがまた10年経って、はい、うん、この記事読んだらプーなんて笑うかもわからないけども、ね、そう、日々進化なので。いや進化だからな。で実はあの広島とか西武でプレーした現在43歳の木村翔吾さん、木村翔吾もう、まあ、横浜出身じゃん。あ、そうなんですね。最初翔吾知ってるよ。実は今現役クリケット選手に、そうだよ、はい、なっていらっしゃるんですけれども、その方のコメント、木村選手まだやってんのかな。今そうです、現在スリランカに短期滞在してプロチームのトライアウトにも参加されているということで、やるんだ、はい、まあ、僕が大谷君のことについて話すなんておこがましいんですかと笑いながらも話してくださったということでおこがましいんだと話すなんて、いやいや、そんな取材行ってるんで、ね、取材行ってるんでそうなんです。で引っ張る感覚が強かったのか、こねる感覚があったのかわからないですが、面で打つ感覚が欲しかったんだと思います大谷選手。でテニスのラケットを使ったトレーニングもよくあるんですが、テニスラケットだとバットよりも軽く打感、打つ感覚が全く違います。でもクリケットのバットは 1.3 キロから 1.4 キロと重く、面を返さずに振らないといけない。面で捉えた時はバットにひっつくような感覚もあるし、まあそうだね、しっかり芯で打たないと飛ばないんですということで、はいはい、まあ、そうそうだ、はい、まあ、ひっつく感覚は必要だよね。あ、バットにひっつくという、うんうん、やっぱね、いい時ってね、もうこれやったことがある人じゃないと分かんないと思うけど、はい、ひっつく感覚ってあるんだよ。ひっつくっていうのは吸い込まれるボールがバットに、なんていうのかな、こう当たった瞬間にグッと押せる感覚があるんだよ、はい、分かんないだろうな。いやだからそれはクリケットだとより感じやすいんじゃない、はい、バットは、あ、バット、あのラケット、テニスのラケットだと軽い分その感覚が違うんですかね。返っちゃうよね。あ、テニスってそうですよね、うん、手首返しちゃうっていうのはありますもんね。テニス肘ってあるのはさ、はい、全部こうやってこねたりとかこうやってやるから、うんうんうん、でもそれをうまく使ったパーンとこう面で打つ、面で打つっていうのをやると、うん、まあ効果的には一緒だと思うけども、はい、よりこう体感で感じられるのはクリケットの方が感じるということだよね。これ大谷選手はどなたから助言があったんですかね。もういろいろやっぱあのね、上手くなる人って、はい、そういう遊びの発想ってあるんだよ。とりあえずやってみようっていうとか、うん、なんかこうどうすればいいのかなっていうようなことから、うん、なんかの記事でクリケットをパッと目にしたと、はい、あれこれってヒントになるんじゃないかなっていうようなのは見かけたとかじゃないかなっていうのは思うけどね。あの野球選手テニスラケットでやるっていうのは結構、うん、あの多かったんですか、昔というか今も。自主トレに用いる時はあったよね。あ、昔あったんですね、うん、そしたら森田っていうやつが膝の靭帯切ってテニスでそれで禁止になった。そんなのだったんですか。そんなガチやんないみたいな。そうですよね、うん、練習だよって。そうそうそう。あ、まあ、それピッチャーだったんだけどね、森田。そうですよ、あんな関係ないんだけど、はい、いやまあ動くという意味と、はい、やっぱり野手は打つという感覚、うん、だからそれでテニスを入れた時もあったけどね、うん、細川選手あの今ね中日の範囲を回ってますけれども、はい、細川選手は中日の和田コーチと一緒にテニスを用いた、うん、そのラケットを用いた練習法なんかもしていたという情報も入ってきましたけれども、まあ上手くなるには何でもするよね。ここ1週間ぐらいでテニスラケットがパッと並んでるかもわかんない。ポコンポコンって打ってるかも。あ、あのテニスですか、あのあっちじゃなくてクリケットじゃなくて。クリケットじゃなくていや違うんだよ、押すように打つんだろうみたいな。でもそのクリケットにしてもそのテニスのラケットにしても面で捉えるとか、うん、なんかそういうことはバットって細いじゃないですか、うん、ラケットに比べて。でも面で捉えるってことは意識しやすいんですか。あ、だから面の方がまあ簡単にできるし、そのひっついた感覚っていうのはより感じやすいしね、うん、はい、だからその感覚をこうバットに乗せていけばいい感覚になるんだよね。手首ってね、最後まで本当は使わないんだよ。あ、そうなんですか。こう打って押して伸びてやっとこう返ってくるときに自然に手首が返ってくるだけで、うん、だけどそれをこねようとしてたと思うんだよ、はい、まあ、あの木村が言うようにね、うん、
だからそれをできないようにクリケットでうまく打つには手首使っちゃダメでしょ、はい、やっぱこう押す感覚がないと。だからそういう感覚で打ってるんだという。これはどんなヒッター、例えば長距離ホームランバッターであろうが中距離ヒッターであろうが、どんなバッターでもこの練習法っていうのは活かせるんですか？あ、これは活かせる活かせる、うん、それはまあ確かに力の差があるからさ、はい、それがホームランになったり、うん、単打になったりすることはあるにしても、はい、手首をこねちゃダメなんだよね、やっぱバッティングって、うん、だからそういう感覚を得るにはクリケットっていうのはすごく大事かもな。押す感覚がないとダメだし。そうですよね。まあね、大谷選手ホームランも出始めてますし、最近では14試合で8二塁打、1三塁打、3本塁打で、これはドジャースの記録にも球団最多かなので。今の時点ででしょ。はい、今の時点です。もうそうだよね。もちろんトータルじゃないです。ね、トータルだったらびっくりなんです。でもいいなこれね、大谷がクリケットやったって。だクリケット売れます。クリケットがもう盛んになっちゃうかも。いや、そうですよ。だから小学校のお子さんお持ちのご両親がクリケットクラブに行きなさいと。まずクリケットは長いぞ、試合時間が。そんな長いんですか？長いらしいよ。あ、すごい、ね、1日がかりとかそういうのも平気であるらしい。そうなん、じゃあ集中力もつくし。いや、1日集中できないよ飯も食わないかんし小学生だったのなんか360度なんでしょ。そう、360度っていう方向が。そうなんです。大変だよ。ヘトヘトですかね。一回どうですか、体験入学っていう。いや、ちょっと無理やな。クリケットDH があるんだったら行くよ。DH って何ですか？打つだけですか？打つだけ。いやでもね、新たなまたね、まあ、大谷選手っていろんなことにチャレンジしながら模索しながらっていう。まあ、大谷がね、何か 手にすれば、うん、なんかそれがヒット商品になるからね。なります。だからクリケットがね、はい、木村もやってるんだったら、はい、まあ、後輩だからね、うん、横浜のね、流行るといいな、注目されるといいね、木村が。そうですね、多分今ね、木村選手もそうですけど、あと店頭にはおそらくクリケット多分もう売ってないだろうなっていうバットは。そうかね、分からんな、うん、中学生でも高校生でも必死なね、うん、親とか。そうです、そうです。テニスラケットも売れてるかもわからないし。すごい、やっぱりすごい。テニスはね、ラケット、うん、そうか、うん、クリケットだね、うん、多分そうだと思いますよ、はい。まあね、こうやって大谷選手が、ね、でも活躍しているってことは結果にはつながっているので、まあ、そうだ。クリケットの練習で、まあ、どこまでまた伸ばしていけるのか、記録を。そうだ、はい、楽しみにしたいですね、はい